サダオ・ムネモリは、アメリカの兵士。日系アメリカ人初の名誉勲章受賞者となった。愛称は、スパッド。階級は上等兵。19世紀末に、広島県からアメリカに渡った父、亀太郎と母、縄のもとに二男三女の次男として、カリフォルニア州ロサンゼルスにて生まれる。高校卒業後は、自動車整備士となった。1942年に、 軍へ入隊する前は、日系人収容所の一つである、マンザナール強制収容所に収容されていた。入隊した当初は、陸軍情報部日本語学校に在籍していたが、第442連隊戦闘団の編成を知り、転属を申し出て、それを受け入れられる形となった。第442連隊戦闘団、第100不評大隊所属として、イタリア戦線に従軍。 ドイツ軍の防衛戦であるゴシックライン攻略作戦に参加。1945年4月5日にセラベッツァのジョージアコーチ山頂への進撃中、残酷に投げ込まれた敵の手榴弾に追いかぶさって戦死し、中にいた二人の部下の命を救った。自らを犠牲にして仲間を救った功績により名誉勲章を受章した。胸盛が受章した名誉勲章には、 下記のように記されている。勇敢にして自己犠牲を厭わない日系人兵士を象徴する人物として下記に記念碑と共に胸盛りの像が建てられている。ありがとうございます。